ラダメル・ファルカオ、ラダメル・ファルカオ・ガルシア・サラデ、1986年2月10日タイは、コロンビア・サンタマルタ出身のサッカー選手、リーグアン・ a s モナコ所属、コロンビア代表、ポジションはフォワード、UEFA ヨーロッパリーグで2度の得点王に、輝き、コロンビア代表の歴代通算最多得点記録を保持するストライカーである。幼少期は、 ファイルプライというサッカーチームでプレーし、その後トゥンハニアルの下部組織に入団。U-17 コロンビア代表でプレーしていた15歳の時にアルゼンチンのリーベルプレートに引き抜かれた。プロデビュー前にブエノスアイレスにあるに入学し、ジャーナリズムを専攻した。19歳だった2005年3月6日、レーナルドメルロ監督率いるトップチームで出場機会が訪れ、 インスティトゥートでコルドバ戦でデビューしてその試合で2得点を決める順調なスタートを切るアペルトゥーラ2005シーズンは7試合で7得点を上げて高評価を得た2005年シーズンは11試合に出場して7得点しそのうちの4得点はレオナルド・アストラーダに代わって途中出場してから得点であったしかしサンドレンソとの試合中に 右足人体を負傷し、2006年1月にも、プレシーズンの練習中に、同じ箇所を負傷して、怪我を悪化させた。長期離脱を余儀なくされ、2006年いっぱいと2007年の前半は、以前のコンディションに戻すのに苦しんだ。この時期は、彼のキャリアの中で最も困難な時期であり、2006から07シーズンは25試合に出場して3得点しか、上げられなかった。 2007年後半には先発メンバーに復帰し、9月27日のコパスダメリカーナ・ボタフォンゴ戦では、ハットトリックを達成した。二人が退場処分を受けて劣勢だったが、彼の得点で息を吹き返し、準々決勝進出を決めた。同大会準々決勝、デフェンソールスポルティング戦では、ロングシュートを決め、準決勝進出を決めた。10月7日には、 ボカジュニアーズとのスーペルクラシコで初めての得点を決めた。この年の特筆すべきパフォーマンスからエルパイス氏による南米年間ベストイレブンに選ばれ南米年間最優秀選手投票でも5位に入った。2008年1月にはスペインのデポルティーボラ・コルーニャが800万ユーロ、1250万ドルと報道されている遺跡金で獲得を試みたが、 クラブがこのオファーを拒否した。ファルカオはディエゴ・シメオネ監督の下でプレーを続け、クラウスーラ2008では初めてのリーグ優勝を果たした。本来のポジションはセンターフォワードであるが、シメオネ監督が採用した4から2から3から1フォーメーションでは攻撃的ミッドフィールダー3人の中央にも適合した。このポジションでは得点機会が減少したが、チームの中心として ボールに絡む回数が多くなった。それでも、アペルトゥーラ2008期間中には、リーグ戦で6得点、コパリベルタドーレスで4得点の、計10得点を挙げて、チーム内得点王となった。2007から08シーズンの通算では、全公式戦を通じて35試合に出場して19得点し、やはりチーム内得点王となった。シメオネ監督の2シーズン目は、 クラブ史上初めて最下位に終わり、長い歴史の中でも最悪のシーズンとなった。出来の悪いチームの中では最も堅実な選手の一人であったが、わずか6得点しか上げることができなかった。シメオネ監督が退いて、ネストルゴロシート監督が就任すると、ファルカオは調子を取り戻し、公式戦21試合で10得点を上げた。2008から09シーズンを通じて38試合に、 出場して16得点を挙げ、再びチーム内得点王となった。2009年7月15日、リサンドロ・ロペスをリオンに放出したことで前線が手薄になっていたスーペルリーガの FC ポルトに移籍した。ポルトのライバルのベンフィカも彼の獲得を狙っており、契約間近でライバルチームにファルカをさらわれたため、ベンフィカの衝撃は大きかった。8月16日、 シーズン開幕戦のパソスデフェレーラ戦でデビューし、その試合で初得点を決めて1から1の引き分けに持ち込んだ。2節のナシオナル戦、3節のナバル戦、4節のレーションイース戦と開幕から4戦連続得点した。9月15日、UEFA チャンピオンズリーグのチェルシー戦、アウェー、0から1で同大会初出場を果たした。6節のベンフィカとの重要な一戦、 ホームではヘディングで決勝点を決め、1から0での勝利に貢献した。ベンフィカ戦の4日後の9月30日には、UEFA チャンピオンズリーグのアトレティコマドリード戦、ホームで、胴体開発得点を決め、アウェーでのアポル戦やアウェーでのアトレティコマドリード戦と、合わせて、グループリーグで、計算得点している。2010年2月2日。 タッサでポルトガル準々決勝のベンフィカ戦では2得点を挙げた。同月に行われた UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦アーセナル戦、ファーストレグでは GK ウカシュアビアンスキのミスからフリーキックを得て、早いリスタートから決勝点を決めたが、これは彼の大会通算4点目だった。4月3日、マリティモ戦では2得点し、20得点で、 得点ランキングの首位に立った。その後の試合で5点を加え、25得点でシーズンを終えたが、ベンフィカのオスカル・カルドソニー得点差で得点王を逃した。シーズン最終戦となった達者でポルトガル決勝の戦でも得点し、2から1の勝利で優勝を飾った。公式戦を通じて、シーズン34得点を決め、シーズン終了後にはリバプール、バレンシア、 ミラン、トッテナムなどのクラブから興味を持たれた。2010年8月8日のスーペルタッサ、カンディド・デオリベーラ、ベンフィカ戦で1得点を挙げて、タイトルを獲得した。8月22日のベーラ・マル戦では、リーグ戦、シーズン初得点を含む2得点を挙げ、11月7日のベンフィカ戦でも2点を奪った。12月2日の UEFA ヨーロッパリーグラピード、ウィーン戦では、 コルト一石五発のハットトリックを達成し、得点ランキング首位に浮上した。2011年4月7日、同大会準々決勝のスパルタクモスクワ戦でも、ハットトリックを達成し、2桁得点に乗せて、得点ランキング首位を堅持した。リーグ戦では25節のベンフィカ戦で早々と、リーグ優勝を決め、ファルカオはその試合で、ペナルティキックを獲得した。 その後ヨーロッパリーグでは準決勝ファースト、レグのビジャレアル戦で自身初4得点を挙げ、大会通算15得点とし、UEFA カップ時代の1995から96シーズンに、ユルゲン・クリンスマンが記録した大会記録に並んだ。続くセカンドレグでも1得点を挙げ、大会記録を更新した。決勝のブラガ戦でも得点し、最終的に17得点という記録を樹立した。 2011年8月にセルフィオ・アグエロの後釜を探すアトレティコ・マドリードにクラブ史上最高額となる遺跡金4000万ユーロ5年契約で遺跡9月10日バレンシア戦でデビューを果たし2012年1月21日レアル・ソシエダ戦でハットトリックを記録した2月16日 UEFA ヨーロッパリーグのラツヨ戦では2得点を 記録しチームのラウンド16進出に貢献した。ラウンド16、ベシクタ主戦のセカンドレグでは1ゴールを記録し、トータルスコアで勝利した。3月21日、アスレティックビルバオ戦で2ゴールを記録した。ヨーロッパリーグ準々決勝のハノーファー96戦では、ファースト、セカンドレグともに得点しチームの準決勝進出に貢献した。4月11日、 レアル・マドリードとのマドリード・ダービーに初出場し、チーム唯一の得点を記録したがで敗戦した。ヨーロッパリーグ準決勝のバレンシア戦で2得点を記録し、決勝進出に貢献。2012年5月9日、決勝戦のアスレティック・ビルバオ戦で、先制の2ゴールを記録し、ポルト時代に続いての2期連続のヨーロッパリーグ制覇を成し遂げ、また自身も2期連続得点王に輝いた。 リーグ戦では、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドに次ぐ、得点ランキング3位となる24得点を記録した。2012から13シーズンのリーグ戦、第2節、ヨーロッパリーグ決勝の相手となった、アスレティック・ビルバオ戦で、ハットトリックを記録。8月31日、UEFA スーパーカップのチェルシー戦でも、ハットトリックを記録し、チームのタイトル獲得に大きく、貢献した。 12月9日、デポルティーボラ・コリューニャ戦では1試合5得点を記録した。UEFA ヨーロッパリーグはラウンド32まで進出したが、ルビン・カザンにトータルスコアで敗れ大会を去ることとなった。コパデル・レイでは決勝まで進出し、決勝戦のレアル・マドリードとのマドリード・ダービーでは、ジエゴ・コスタのゴールをアシストし、延長戦の末14年ぶりとなるダービー勝利を果たし優勝した。 レアル・マドリードやチェルシー、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドといったスペイン国内外の競合が獲得に動いたが、2013年5月31日にモナコに5年契約で移籍決定。移籍金は6000万ユーロとも言われる。2014年1月22日、タイモンドール・アゼルグ・フット戦3から0、フランス杯でラフプレーを受けて、 左膝前十字人体を損傷する重傷を負った。その試合から3日後の25日に行われた手術が成功したものの、全治6ヶ月から7ヶ月の重傷であったため、2014年、ブラジルワールドカップまでの復帰に間に合わず、最終登録期限において選出外となった。2014年9月2日、2014から2015、シーズンのモナコからの期限付き遺跡で、 マンチェスターユナイテッドへの加入が決まった。シーズン終了後の完全移籍への移行が可能なオプションが付与されていい。背番号は9番である。しかし、マンチェスターユナイテッドでは負傷の影響もあり全くと言っていいほど活躍できず、2014から15、シーズン終了後の完全移籍のオプションを行使しないことをマンチェスターユナイテッドは発表した。 2015年7月3日、AS、モナコからの期限付き移籍で、チェルシーへの加入が決まった。背番号は9番。シーズン序盤は交代出場で、出場機会を得ていたが、2015年10月末の、リバプール戦を最後に不傷脱を強いられた。2016年4月9日のスボンジーシティ戦では、約5ヶ月ぶりの復帰を果たしたものの、それが、 チェルシーでの最後の出場となった。合計では、リーグ戦10試合に出場して1ゴールを記録。全くと言っていいほど活躍できず、2016年7月1日に契約満了に伴い対談したことを、クラブ公式サイトで発表した。2016から17シーズンはモナコへ復帰した。2016年12月のボルドー戦で、ハットトリックを達成した。 2017年2月21日のチャンピオンズリーグラウンド8マンチェスターシティ戦では PK を失敗した2得点を決めた。2017年4月19日のチャンピオンズリーグ準々決勝のボルシアドルトムント戦ではチームを2004年以来の準決勝に導くゴールを決めた。2016から17シーズンはリーグ戦29試合21得点とモナコの リーグワン優勝に貢献。チャンピオンズリーグでは10試合7得点。トータルでは43試合30得点を挙げた。17から18開幕節のデジョン戦でいきなり、ハットトリックの活躍を見せた。2005年にコロンビア代表デビューした。2007年のキリンカップで来日し、日本戦に途中出場した。 モンテネグロ戦ではこの大会チーム唯一の得点となる代表初得点を決めた。CA リーベルプレートでの好調からコロンビア代表でも一定の地位を確保し、2010FIFA ワールドカップ南米予選全試合に招集された。2009年6月10日、2010FIFA ワールドカップ南米予選のペルー戦で決勝点を挙げた。 2013年10月11日の 2014FIFA フフワールドカップ南米予選のチリ戦では後半30分1から3のビハインドから2得点を上げて引き分けとしコロンビアの4大会ぶりのワールドカップ出場決定に大きく密にした。しかし2014年負傷の感知が、最終登録期限に間に合わずワールドカップ本戦には選出外となった。 キャプテンを務めることもある。2017年6月7日のスペインとの親善試合で代表通算26得点目を挙げ、コロンビア代表の最多得点記録を更新した。2018年 FIFA ワールドカップロシア大会1次リーグ第1戦日本戦でようやくワールドカップ初出場を果たし、第2戦ポーランド戦ではゴールを決める活躍を見せた。 左右両足から非常に高い精度のシュートを放つことができる。ファルカオ本人は自らの長所をポジショニングと瞬発力であると考えており、またヘディングに関しては大の得意と自信を持っている。イヴァンサモラーノはリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウド、ウェイン・ルー・ニーラを新時代のストライカーと表現したのに対し、ファルカオを世界で最後の偉大な典型的セムフォワードと評した。 パウロ・フットレもまた、メッシやロナウドとは違う、よりクラシックなストライカーであると語っている。ミドルネームのファルカオと呼ばれることを好む。この名前は1980年代に活躍した、ブラジル代表 MF ・ファルカンから取って名付けられた。エル・ティーグラ、エル・ティグレ、トラというニックネームで呼ばれることもある。キリスト教徒であり、暇な時間には聖書を読むことを欠かさない。 サッカーへの真摯な姿勢とプロ精神を学んだとして、リーベルプレート時代とアトレティコ時代に指導を受けたディエゴ・シメオネを自身の人生に大きな影響を与えた人物に挙げている。父親のラダメル・ガルシアもサッカー選手であり、コロンビアでディフェンダーとしてプレーした。2014年6月、アメリカの経済誌ホーブスは世界のアスリートの年収を公表した。 ファルカオの年収は3,540万ドル、約36億円であり、世界のアスリートの中で15位。サッカー選手の中では、ロナウド、メッシ、イブラヒモビッチ、ベールに次ぐ5位。幼少期はベネズエラに住んでいたこともあり、野球もプレーしていた。本人は、ベネズエラにいたら、サッカーではなく、野球を選んでいただろうと語っている。2017年5月。 ESPN は世界で最も有名なアスリート100人を発表し46位に選出された。サッカー選手としては17位。国際 A マッチ72試合29得点。通算楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。